はい、皆さんこんばんは、マッスンでございます。今日はですね、ちょっと見比べてほしいものがあるんですけど、よろしいでしょうか。ちょっとね、さっき取れちゃったんで、もう一遍ピトッとはめるんですけど、はい、このサイドのね、落ちちゃった。リフレクターなんのかな、ここって。ウインカーが光るのかな、ちょっとごめんなさい、詳細分かってないんですけど、このランプパーツにですね、とあることをやった方とやってない方とをあえて見比べてもらえるように、これやってる方ですね、やってる方で、こっちがね、やってない方になります。やってない方、やってる方に比べてちょっとこうボディ色見えちゃってる感じしません？こっちやってる方、やってる方ですね、綺麗にシルバー発色してると思います。で、反対側、やってない方はちょっとね、こう上から見るとボディの色がちょっとこう透けて見えるみたいなことがね、あると思いますけども、これ何をやったらやってる方になるのかということをね、ご紹介をしていく動画を今日は撮っていこうと思ってます。当チャンネルではカーモデルの組み立てとか塗装、またダイソーさん、セリアさんで手に入ります模型に使えるグッズの紹介を行っているチャンネルです。ちょっとでもね、内容がいいなとか参考になると思っていただきましたら、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。で、特にですね、カーモデル始められて間もない方とか、カーモデルやってみたいけど、何からやったらいいかなという方向けにね、ちょっとでもこう情報をお届けできるような、そんなチャンネルを目指しております。おかげさまでチャンネル登録者数約8600人ぐらいまで今増えてきております。もう間もなくね、当初本当に一番最初始まった時はね、1万人とか行くんかななんてとか思ってたんですけど、まさかその1万人に到達が射程圏内になってきておりますので、ぜひ皆さんチャンネル登録と高評価いただきましてですね、最新の動画情報キャッチいただければと思います。それではやっていきましょう。はい、ではどのように、ね、作業していくかということで、完成の様子を手前に持ってきてますから、ちょっと言葉尻が合わないところがあるかも分かりませんけど、ご容赦いただければと思います。裏からね、シルバーを塗るっていうことが結論になるんですけども、今回ね、これを使っていこうということで、アーティストマーカーね、これまあ何用なんでしょうね、モデル用ではないの、画材になるのかな、アーティストマーカー、なんていうかな、ペンタイプのね、塗料になりますけど、これ、模型の専門店に、ちょっと大きめのとこに行くと売ってると思います。で、2種類あって、これたまたま今ね、取ったのが白ですけど、ペン先が4ミリのタイプと2ミリのタイプと2種類あります。で、いっぱい入ってる方はね、なんかお得というか、いくらだったかな、こっちが200円だとしたらね、こっちが300円ぐらいなんですよ。だから、いっぱい入ってる方が得やんと思って、パッと買ったらね、ペン先の太さが違うということに、家に帰って気づいたんですけど、細い方が2ミリ、細かいところも塗りやすい。で、太い方が4ミリのペン先になりますから、もしペンをそのままね、細かいところでそのまま塗りたいという方につきましては、細い方を買われた方がいいのかなと思います。よくね、もし買われる際は、その辺注意して買われてください。ほんと、おちょこちょいですよね。これ気づかずに買っちゃいました。で、これをね、裏側から、よいしょ、塗っとくよっていうだけの話なんですけど、ちょっとね、これももうだいぶ使ってきたんで、インクがもうちょっと厳しくなってきてるかもわかりませんけど、こういうアルミカップ皿とかに出して、出てきた。アルミカップ皿とかに出して、こういう細い筆なんかで、裏側をね、塗っていくといいと思います。で、持ち手が非常にこういうのはね、つけにくい、ちっこい部分はつけにくいので、最後の最後までね、ランナーは残した状態で作業していく方がやりやすいかもしれないですね。この感じでランナーついたまま、ちょっと表にはみ出してますけど、これ気にせずに全然大丈夫です。こんな感じでね、周囲ぐるっと塗りましたということです。ほんで、このままだと表に
はみ出してますよね、これ銀がね。このままもちろんあの塗っちゃうというかつけちゃうとあまり見栄えが良くないので、これエナメル溶剤で拭き取ることができます、このアーティストマーカーね。だからエナメル溶剤染み込ませた綿棒、ちょっとあの量が多すぎるとね、あのそこは残っとってほしいってとこまであの溶剤が染み込んじゃって塗料が取れてしまうことがありますので、はい、表面最終的にその表に出てくるところだけね、こう綿棒で拭き取ることをすれば裏面側面に、まあ、銀色を残した状態で、まあ、準備することができますよということになります。まだちょっと乾いてないかな。はい、でこのランナーのゲートの位置をねカットして、デザインナイフかなんかでねゲートをしっかり処理した後に、そのゲートがあったところには銀がないので、もう一遍そこに銀をちょんちょんと塗ってしまえば、まあ、OK ということになります。で、クリアパーツ、特にですねクリアパーツにエナメル溶剤は悪影響を及ぼします。過去動画確か作ったと思うんですけどね、クリアのスプーン、透明スプーン、これにねエナメル溶剤をつけて置いといたらどうなるかっていうのをやったんですけど、パリッパリに割れてしまうことになりました。だから、このエナメルの溶剤で拭き取るというシーンにつきましてもですね、これクリアコート、ラッカーのクリアコートをこの銀を塗る前に施してます。なのでエナメル溶剤で拭き取ってもですね、そのラッカークリアが、まあ、コーティングみたいなあの役割を果たしてですね、このクリアパーツが割れるとかそういうことには至らないということになりますので、あのこういう加工とか後でクリアパーツをエナメル溶剤で拭き取りたい、まあ塗装したいという時もそうかもわかりませんけどね、エナメル溶剤、エナメル塗料で何かをしたい、そういう時はあのラッカー系のクリアでね一層コーティングをしておくと、まあ、間違いないかなと思います。こんな感じですね。はい、じゃああのこれ乾いてですね、このゲートのカットができる状態になってからまたカメラを再開してゲートカット、そしてデザインナイフでゲートをこう鳴らしてですね、でその濡れてないところにちょんちょんとシルバーを塗るところからまたカメラ再開していきたいと思います。はい、触ってもね大丈夫な状態になりました。これ大体どんなもんかな、5分ぐらい置いた状態になります。あの案外乾燥もね早いタイプのアーティストマーカー塗料になりますので、これ結構重宝されあのするかなと思いますのでね、買ったことないと使ったことないという方につきましては1本持っておくと、特にシルバーはね結構いいかも、重宝するかも分かりません。こういうなんかねレンズ系の裏になんかシルバーをちょんちょんと塗っとかなきゃダメとか、そういう時にはかなり重宝すると思います。ゲートのところはちょっとピント合いにくくて申し訳ないですけど、さっきのね削ったところに銀の塗料を乗せとくと OK と。 OK、 はい、こんな感じで。ちょっとねちっこいし、もともとあのなんとかな細長いパーツなんでね、銀の存在感みたいなあんまりわからないかもしれませんけど、これがボディにはまるとどんな感じになるかということをちょっと見ていただきましょうか。でちょっと指にね不意に筆の銀とかがついちゃってますので、これがボディとかねガラスにつくと厄介なんで、結構ねしかも艶消しの塗料の場合はあの細かい凹凸の中に銀の粒子が入り込んじゃいますので、手はねしっかり清潔な状態にきれいにしてから作業された方がいいと思います。 OK でこっちがやる前ですね、こっちがやる前で、こっちがやった後、こっちがやった後、こっちがやる前、あんま変わんなかったかな。あでもちょっとなんかこう緑がちょっと透けて見える感じね、こう上からとか見るとちょっと緑がわかる感じがありますけど、反対にしっかり色を塗った方はどこから見てもねシルバーが、あよかった、シルバーがしっかりこう生えてるというかね、そんな感じになりますよと。
いうことです。やばい、どっか行ったぞ。片っぽ接着せずにくる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 回すからどっか行っちゃいましたね。はい、まあ、あのちょっと部品をねしっかりさ、あ、あったあった、探して反対側もね、これゲートをもう落としちゃって、あの紹介動画のためにね、先にゲートを落としてボディにくっつけてから動画をスタートする必要があったんで、もうゲートがない状態なんですけど、まあこれもなんとかうまくねシルバーを塗って、さっきの位置にピタッとはめていくということで、しっかり車としてね完成をさせていきたいと思います。はい、ということで、今回はちょっと細かい小技になりますけどね、あのリフレクターというかそのサイドのああいうレンズ系のパーツ、特にボディ色が暗い色の場合に、まあ、こういう行為をちょこっと挟んでおくとね、あの完成後全然見栄えが変わりますよということを皆様にお伝えをしたくて、カメラを回していきました。はい、今回の動画は以上とさせていただこうと思います。はい、チャンネル登録をいただけてない方おられましたらチャンネル登録をよろしくお願いします。あの私のチャンネルはですね、チャンネル登録いただいていない方の視聴者さんが約6割 60% ね、チャンネル登録されているいただいている方の視聴数が約4割ということで、まだまだチャンネル登録者数の割合がですね高い状態になりますので、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。あの最新動画のね情報とかもキャッチいただけますので、ぜひチャンネル登録、皆さんのよりすぐりのチャンネル登録のおうちに当チャンネルを一つ加えていただけませんでしょうか。よろしくお願いします。またねコメントもいつもたくさんいただきましてありがとうございます。あのコメント高評価もねぜひよろしくお願いいたします。あの可能な限りでコメントは変えさせていただきますけど、まあ、ちょっと 4,5 日ね返信に時間かかってしまうこともあるかもわかりませんけど、なるだけあの一件でも多くですねコメントはお返ししたいと思ってますので、コメントもぜひよろしくお願いします。何かね動画に関わらない質問とかでも全然結構です。答えれる範囲で答えていこうと思いますので、コメント高評価もぜひよろしくお願いします。大体今平均50高評価ぐらいかな、1本動画上げると、まあ、50から100ぐらいは高評価つくようになってきております。ぜひね高評価ボタンも合わせてよろしくお願いします。で私が使ってます工具機材消耗品、動画の概要欄に Amazon リンクを貼り付けています。気になる方はね、そちらから検索とご購入よろしくお願いします。何か Amazon で買い物する際はどれでも結構なんで、私のチャンネルの Amazon リンクから Amazon に入っていただいて、その先で生じたお買い物につきましては、Amazon さんからね、マッスンチャンネルありがとうということで、あの宣伝広告費みたいなものがね、いただける仕組みが取れてます。あの、俗に言うアフィリエイトってやつなんですけど、そういった形で Amazon で何か買い物するよという時は、当チャンネルの Amazon リンクから Amazon 入っていただくということでお願いできればと思います。本当に多い日にね、多い日では数十件はいつぎか、十数件、その、うちの Amazon リンク経由でね、商品が売れました、何かこう、お買い物されましたよっていう通知メールが届くような状態になってます。本当に皆さんありがとうございます。これからもよろしくお願いします。で、ここに出てると思います。2024年11月3日、三重県教育文化会館で第8回マスンカーモデルチャンネル展示会開催させていただきます。つい先日もね、あの展示会の概要ということで動画を撮り直しましたんで、ちょっと今までにはない、あの本当に面白いですね、催しをたくさんご用意してお待ちをしておりますので、お一人でも多くお越しいただければと思ってます。で、また、あの、ステッカーをね、今回作ったから、なぜかね、反転した状態で作っちゃって、酔っ払ってたのかな、ちょっとあれなんですけど、あの、私、念願のフェラーリ手に入れることができまして、そのフェラーリ関連の動画をアップするチャンネルを別で立ち上げてます。あの、最後にね、チャンネルのロゴが出てくると思いますので、ぜひそちらもチェックいただきまして、チャンネル登録いただければと思ってます。またあの皆さんのねこだわりの愛車紹介みたいなものも、動画の中でご紹介、チャンネルの中でね、動画としてご紹介をしております。で先日あの記念すべき第1本目ということで、ロータスヨーロッパにお乗りの方にですね、ご協力をいただきまして、取材というかね、動画を撮らせていただきました。横乗りなんかもさせていただいて、もう非常に刺激的な時間を過ごさせていただいたんですけども、もし皆様もですね、こだわりの、まあ、旧車とか、外車、特にお乗りの方で、もし関西圏までね来ていただけるよという方につきましては、どこかでちょっと待ち合わせをして、軽くお茶でもしてですね、ちょっと打ち合わせをしつつ、その後ちょっと場所を移動して、まあ、愛車紹介ということでね、動画を撮らせていただいて、それを編集してアップさせていただくということもしていこうと思ってますので、ご協力いただけるという方につきましては、コメントでお知らせいただいても結構ですし、Gmail 載せてますのでね、そちら直接ご連絡をいただいても結構でございます。ぜひよろしくお願いいたします。はい。そんなとこかな。で、そうそう、当チャンネル、メンバーシップも立ち上げております。非常に
楽しい仲間たちとですね、模型のコミュニティ参加してみませんでしょうか。あのメンバーシップの方もね、概要欄に貼っておこうと思いますので、ぜひ確認してみてください。本当にたくさんの方にね、お入りをいただきまして、あのメンバーさんがいらっしゃらなかったら、あの今のマッスンチャンネルないというところまで、本当にあの手厚くサポートいただきまして、本当にありがとうございます。あの展示会とかね、そういったところでも、あの午前中のみメンバーさんだけ入れるような時間を確保したりとか、そういう形で進めておりますのでね、ぜひメンバーシップの方もお入りいただけると、当チャンネルの、あの応援に非常につながりますので、お一人でも多くご加入をよろしくお願いいたします。はい。それではまた皆さん次の動画か展示会でお会いできればと思います。さよなら。皆様にお知らせです。この度念願のフェラーリオーナーになることができました。フェラーリのあれこれ、また視聴者さんの車紹介を行う YouTube チャンネルを立ち上げています。マッスンスペースね、空欄スペースカーライフと YouTube で検索してみてください。こんなロゴのチャンネルが出てくると思いますので、ぜひこちらのチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。